はい、星で発見たまごっちやっていきたいと思います。前回2体ですかね、たまごっち捕まえてね、何をしたら捕まんのよみたいな、あのちょっとよく分かんなかったんですけど、あ、すごいかわいい、この画面が一番かわいいんじゃない。え、なんて、とりあえずちょっとお世話した方がいいのかな。でも夜だからなんか寝てたよね。寝てる間にさ、捕まえに行く。あと2体飼えるんだもんね。あ、寝てる寝てる。じゃあさ、ちょっと待って待って、分かった。持ってない子捕まえに行くわ。え、卵って連れて外出れるんだ。忙しいので、何が忙しいの、これあれでしょ、何もしてくれないんでしょ、知ってるわよ私博士は何もしてくれないと事実を知ってるよ。え、何あれ、ん、何これ、え、知らない、誰、夜だからかな、知らない、誰これ。え、手品にゃ、すごいよね、なんか色味がね、どうよ、いけた、いけたことにちょっとびっくりする。ラッキー、本当にラッキー、え、超ラッキーじゃん。え、なんか向こうのなんかでかそうなのいない、あ、気のせいかな。全部捕まえたい、知らないの、どこだったっけ。いや、可愛いよ。この画面すごく可愛いと思う。あれ、待って待って。帰れない、帰れない。すぐ帰る場所忘れる。よくないよね。やばい、名前つけなきゃいけないじゃん。捕まえたってことは。何しよう。唇って感じだよね。うるさいですよ。唇って感じだから、どうしようかな。でも、もう唇にしよう、名前。最悪。最悪だよ。可愛くない。全然可愛くない。唇。唇でしょうよ。性別オスだったわ。なんで泣いてんの？マジ無理。泣かないで。なになに？ご飯いるの？はい。食べないよ。おお。唇がご飯を食べております。なんで泣いてんの、だから。わかんないわかんないわかんない。注射。は？遊んでほしいんだろうね、きっとね。てかもう23時なのかな。数字でドンゲーム。小さい。間違えた。テナの方の数字を言うんだったわ。ごめんなさい、間違えたわ。はい、任せてよ。不意に間違えただけ。うわうわ怒るな怒るな。VS よくわかんないけどね。もういいです。やばい、始めちゃった。え、怒るなよ唇。この子なんだろう、なんとも言えないわね。特別すごい可愛いたまごっちかって言われたら、そんなことはないよね。たまごっち界ではちょっとなかなか独特なビジュアルかもしれない。
何なんだろう、種族ネズミ全部私3対2なのよ、うん、これでいい？いいみたい。そうなんだ。寝てるよね。寝てる。寝なさい、あなたも。寝なさい。寝ないわね。部屋変えれるんだ。へえ。なるほどね。じゃあ、とりあえずちょっと、この子は放置して、ごめんね、行ってくるね。ちょっとあと一体。でもこれさ、もう全部埋めちゃったらさ、どうするんだろう。ヤッホーじゃないのよ。あれなんだ？うん、何あれ？何あなた。あなた何？音楽っぽい。わかんないけど。あ、手細いね。ダメ。はあ？がっかり。なんで？だって音楽っぽいわよ、あの人。なんかなんていうのあれ。あの弾くやつなんていうんだっけ、あれ。ちょっとほんと、出てこないですけど、私ちょっと。いないな。あ、いた。あそこにいる、あそこに。すいません。あなたさっきの子、通れんのか、ここ。あなた誰ですか？あ、さっきの子だ。よし。じゃあやっぱ接吻じゃない？ね。どうよ。なんかブチ切れてる。ブチ切れられることはないと思うのよね。別に。何？どういうこと？ガキがってこと？そういうこと？彼女多分子供だもんね。やっぱ。あ、まだいた。いっぱいいるね、こいつ。名前困るわ、でも。何これ。あ、間違えた！間違えた！ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。キスダメなんだよ、きっと。ごめん、間違えた。ダメ。ごめん、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 ごめん。謝罪案件。うわぁ。ミスったな。盛大にミスったな。どこにいるかな。できるだけ本当は近くにいてほしい。あいつはもういるから。奇跡だよね、あれを手品アニャで一発でゲットできたの。今思うと。あの手足細い人？あ、いた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 。手足が異常に細い人。ん？ん？ピカチュウいない？ピカチュウ？かわいい！待って、この子のがかわいい。かわいい。絶対欲しい、絶対欲しい。ダメでも奥にもう一匹いるわ。やっぱね、かわいい子は仲良くなれるのよ。それで言うとさっきの方が全然かわいくないみたいになっちゃうけど。いや、この子と比べたら、この子かわいくない？どうしよう、名前。猫だよね。どう見ても。どう見ても猫だから。そうだな。いい名前つけたいよね。いい名前。私の中のいい名前ってなんだろうね。オスかメスかでもちょっと考えよう。よしよし。かわいい。普通にかわいい。メスだってよ。メスか。
猫。でもちょっといい女だと思うんだよね、この子って。イメージね。こうなったのもこれじゃない？意味わかんない？ファビュラスっちって何？でもファビュラスなのよ。はい、いい女に育てよ。絶対いい女。はい、ファビュラスってつけてね、悪い女にはできないから。遊びたいんだよね。大きい。お任せ？小さい。うわ。でもこの子、ちょっと一番今のところ好きかもしれない、やっぱり。わかりやすく可愛いのがいいんだよな、私。なんだかんだ。うわ。ごめん、また3対2だわ。私3対2の人なのよ。腹も減ってるんじゃない？すぐ泣くやん。え、カレーじゃない？待って、食べ方かわいい。食べ方かわいいんだが。汚いわね。なんで泣いてんの？わかんないわかんない。なんで泣いてんの？棒まで食べるタイプということで。いいんだ、それでいいんだ。どうしよっか。11歳なんだ。意外と年取ってるね。年取ってるねって言う名前だけど、え、なんかしつけとかした方がいいんでしょ。嫌なの？てめえの言うことなんて聞いてらんないわよってことね。バブリー唇になるってこと？うわ、バブリー唇だ。相性悪そう。マジ？何が起きるか。どうしたらいいの、卵は。なんか卵できた。部屋が足りねえってこと？どうしよう、この子逃がす？いや、なんて、バブリー、バブリー、ちょっと、あ、メス多いから、じゃあバブリー。出ていきました。ごめんなさい、違う、あのね、致し方ないのよ。卵ってどうなるの？やっぱこうだよね。え、割れたんだけど。早、色味すごい。オスだって。まあ、鉄人いるから、じゃあつけちゃおうかな。はい。なんか、あの、イケメンに育ってほしいなっていう。あ、はい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 、ごめんねごめんねごめんね、はい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 。忙しくなってきたわね。正面向いて飲むのね。食べちゃった今。大丈夫？あ、はいはい、遊びたいのね。そうよね。ちょっと遊びなんかないのかな、もっと他に。
なんかないのかね。これ全然面白くないでしょ、正直。うん、よし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 。なんより小さい。いいじゃない大きい。ということで、これでいい？いや待って、呼んでる呼んでる。わかんない、なんだ？なんだろう。おやつじゃない？ソフトクリーム。ソフトクリーム食べるタイプなんだ。なるほどね。今更だけど電気とくわ。何を泣いてるの？どうしたらいいの？わかんないわかんない。あ、時間の流れね。でもいじったところで。だって、いやもう忙しい。それ何？ネタ。予防接種。予防接種大事だよね、でもね。はい。子供の頃ってやりますから、いろいろとね。はぁ？もうダメ、もうダメ、もうダメ。ちっちゃい子っておやつ食べていいの？大丈夫？卵ボーロ？ケーキ。え、一番いいもの食ってない？嘘でしょ？喜んでるわよ。それは、まあ、まあ、そうだろうね。へぇ。はい、ちょっとね、外にゴミ収集車来てる間に、あ、やだ、汚っ。え？寝てる間無理なの？うわ、汚ーい。みんなすごいわね。汚しまくりよ。あ、すごいすごい。何が足りないんだろう、ご飯かな。まあ、ご飯だよね。この子たちってでもいつ進化するの？え、何？は？あれは減ってないわよって言われた。そっか、ごめん。わかんないもんね、この感覚よ、適当に。はい。ああ。怒らないで。怒らないで。絶望。絶望したのでやめます。はあ？なんで泣いてんの？マジわかんない。何？お菓子？おやつマンなのかい？あれだ。贅沢な子。おやつは食べるのよ、この子。ご飯はいらないけど。よくない。もう現代っ子の闇みたいなものよね。あららら。はい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 。もう、ケツジとレオン君は、もうほんとね、手がかかる。大変だわ。手がかかるわよ。あ、食べるのね。はい、あ、大丈夫そう？はい、まあいいよ、この辺はね。問題はこれよ、もう汚い、ほんとに。きっとここ汚いから。いや、完全に夜型だよね、この二人はね。で、バイバイはしたくないし、これ何？研究データを見る。ある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 。この子、曲げたマッチっていうの？弱虫ですぐ泣くベビッチ。いつも目を潤ませて何かに怯えている。しょっちゅう悪夢にうなされているらしい。しかし、剣の達人、剣の達人なんだ。
こういうの見れるのでもいいね。おとなしく礼儀正しい性格の人気者。なかなかのおしゃれさんで、くるっとカールした髪型と可愛い羽がトレードマーク。高所恐怖症なので黙り高く飛ぶことはできない。テフテフッチという、こういうの見れるんだ。見れなかったわ。まあ、何に進化するかっていうのはでも確かに大事よね。あ、これだけだって見れるの。残り92。いや無理無理無理、マックス全部は絶対無理よ。はい、どうしたの。もうほんとわかんないから言って。なんか腹が減ったんだよとか。あ、飲んでる飲んでる、よかったよかった、素直だよね。大丈夫そう。嫌だって。なんで怒ってんの。てか部屋変えよう。鉄次にはこれで、ちょ、あ、やだやだやだレオンくんは今の部屋もね、とても可愛いなと思うんだけど、そうだな、これ何みんなどうした、何言って、わかんないわかんない。時間でさ、あれってわけでもないもんね。お腹が空いてるっていう感じでもなさそうなんだけど。怒るな。7より、はい、4より、はい、どうよ。よし。泣き止まないだと？なんだと？わかんない。とおやつあげるしかもう無理。たまごっちって育成難しいよね。わかんないもん。何が欲しいのかもわかんないし。3時のおやつってことこれ。え、それ何？メロン？あら、贅沢だわ。いいみたいです。はい、ということでですね、今回ちょっと一旦この辺で終わろうかな。起きないしね。まあちょっとこのね、4匹どうしようかなって感じ。特にこのね、ほんと2人が早く成長してほしいので、ちょっと次回は時の流れをスピーディーとかにしてもいいのかなーっていう感じですかね。そうだね。はい。ということで、この辺で終わりたいと思います。バイバイ。Thank you.